ですね。パターン。で、まあ、実際の宮下さんの好みは、一旦置いといてもらって、タイガーがもう本当このあれこれ映っちゃったんですけど、結局どっちやねんっていうんで、最後ピン型になったんです。ブレード型になったんですね。で、それを一旦宮下さんもやってみてもらって、切り比べてもらって、さあ実際どうなのかというのをちょっとずつさん、あとお願いします。パターって何を求めていいのか僕わからないんですけど、はいはい、入るか入んないかとか言ったらもう何言ってるかわかんなくなるじゃないですか。はい、まあ、何か持ってってくださいって言った時に、はい、宮下さんはどれを。ヘッドが一番ちっちゃくて薄いやつです。はい、これも面白いですね。あ、これですね。はい、これか、あ、これはちょっといつも似てるんで、これが一番いいです。そのカップに向かって。ずつさん、後ろで絡んでもらっていいですか。この辺立ち位置で、ね、お来ない。来るんじゃないですか。本当は来る。どっちかを、どっちかちょっと持ってって、行ってね。これまっすぐ行く。ちょっと振り心地どうですか。振りやすいのはこっちです。おだけど距離が合うのはこっちで、ブレるのもこっちです。そうすると今クランクネックなので、はい、ショートスラントは打ってないですよね。これショートスラント、いえ、あのブレードショートスラント。あ、ブレード一番端ショートスラント。ああ、ショートスラント説明してあげてください。すずさん、まあ、簡単に言うとこのヘッドの形にこのネックのちっちゃい めっちゃ短くないですか、はい、がついてると。そう、めっちゃ短い。ここがそれがショートスラントです。これが一番イージーに振れました。イージー、イージー、はい、なんかこれよりもイージーですか。はい、ダメか外し入った。あ、あそこ行った。強さの調整がしやすそうですね。確かに。なんとなく、まあ、さっき言ってもらった赤いやつはそのヘッドの黒バージョンをタイガーが使ってたんですよ。これをですか。はい、2ヶ月ぐらい使ってました。これタイガーを使ってました。あれでもこう…構えづらいんじゃないですか。こうなってきますよ。それが構えづらいだろう。こう打たないとダメなんだ実際は。ほらこれオフセットですか。明らかにオフセット言わないと。もうこうなりますよ。これがタイガー打つのは、はい、使い分けた。そう、よく似てると感じるのかどうか、違うって感じるのか、何が違うのか、なんで一緒の人が使ったのか。こっちの方が違うです。それを使った次の週にそれを使うんですよ。何か振り心地やら何が共通点があるか。やばいと。お、でもちゃんと出た。これはやっぱ変わんないです。まっすぐヘッドが動くっていうのはこれなんです。とにかく、うん、どう考えてもまっすぐ行って、これはまだ分からないですけど打ってみるといい。うん、なんかでもブレーキが出ますね。あんま転がらない感じがします。浮かして打ってるから悪いんですからね。こうやって浮かして打ってるんですよ普段。なんか転がらなくてクラブのリード、うん、縦の距離感合わせやすいって感じですか、ね、うん、距離が合わせやすいですこれ、今気づいた。まあ、結局方向と距離しかないわけじゃないですか、パターンって、はい、それを方向をパターンにやらせるのか、距離をパターンにやらせるのか、勝手にやらせるのか、自分でやりたいのかっていうところの役割分担がどこにあるのかで選んでる。で、宮下さんの場合は、基本的には全部自分でやりたい人なわけですよね、うんうんうん、で、ミスも分かりたい、うん、まあ、ゴルフ雑誌的に言うと上達志向になるわけ。それはド M であるということではないんですか。ド M です。宮下だけに。なるほど。あんまりしてるでしょ。で、だけど、やっぱりいざスコアメイクとなれば、ちょっと助ける部分があっても、やっぱりそれはちゃんとプレイヤーを優しいと感じるってことですよね。だけどその、もともとその自分でやりたい方が優しいところになんか甘んじてると、自分のパッドフィーリングがなんかなくなったような怖さを感じるんで、うん、またこういうのを使いたくなるっていうのは自然な行動なんじゃないかと。スコアを気にしてないんですよ、そもそもが。
うん、例えばオークリーカップだったらどれでいくかみたいな話で、ね、これでいくかっていう話、こういうオークリーカップだったらこれでそういうことだ、そうそうそう、そう距離感なくなるんで競技とか出ると、うんうん、アプローチも分かんなくなるから、もうクラブが勝手にやってくれるっていうものに行きますね。うん、タイガーで言えばこれでパターンの調子を上げて、うん、タッチが出たからこっちを使ったっていうのが一番推測としては可能性が、今質問としては楽さ、優しさ、未成の強さと、はい、操作したい部分の一番ちょうどいいバランスのあるのってどれなんですか？これですね、はい、これはもう持った瞬間からだってすぐにもう近いじゃないですか、ここにぶつかりそうな気持ちにすらなるんですよ、あのボールが、はいはいはい、なるんですよ、だけどヘッドの軌道がもう分かるんで持った瞬間に、うん、だからそれはオートマチックでもあるし、うん、あとはやっぱり距離感とかも調整しやすいんで、オートマヘッドにちょっとマニュアルのスラントがつくから、うん、ちょいオートマなんですよね。これは何なんですか？ブレードだけどクランクネックだからこっちになるわけじゃないですか。これブレードですよね。これどっちもないから嫌いじゃないですか。嫌いじゃないですか。こういうグループになるってことです、うん、でこれはブレードのスラントだからこっちグループだっていうふうに宮下さんは認識してます、はい、多分後ろ見てないんだよね。さっきのウェッジと一緒だよね。そうです、後ろ見てないんだよね、うん、ただ後ろが邪魔するから、ベーカーアライメントとかなんとかがどうなるとかっていう効果は実は実際に試してる人間は感じてないケースが多いと思うんですよ。フェースを意識してほらちゃんと出た、フェースだ。これ切ったら結構やりたいです。これなくなったら最高スコール。よくある。全然違う。逆進化パターン。翼を奪う。ナンバー9。めっちゃちっちゃくていいじゃないですか、はいはい、これ。これいいっすね。これもう完璧ですよ。これがこうなってこうなるところまで分かるんだって。こうなるところまで分かる。これをみんなパターンコーナーで悩んでんじゃないですか。ほら。店員相談で。シャフト関係なくなります。それは。これアップしたら面白いんじゃないですか。間違いなくこれだ。あ、ほら打った感じがいいんだった。これいいっす、うん、それね、違反パターン、人に取られるんじゃないですか。違反パターン取られますね。あ、違反パターン、違反パターン、今じゃ違反パターン、試合に出れない、試合出れない。はい、いきまーす。さあ、腕組み、シオン、反かし、右かし、逆かし、うん、さあこれ、はい、はい、これが雑誌だ、これをバレエで送らない、ね、ただ見たいだけ、はい、さすがプロジェクト、じゃあめっちゃ喜び、やった、さあこれ村田さんじゃないですか。はい。